参院本会議は26日、岸田文雄首相の所信表明演説に対する各党代表質問を行い、衆参両院の計3日間の代表質問日程を終えた。首相が演説で、経済、経済、経済と連呼したことに多くの党が呼応し、代表質問は連呼ブームの様相を呈した。日本の未来は人 人、人、国民民主党の大塚公平代表代行は26日の代表質問を締めくくる際、同党が掲げる人づくりこそ国づくりのキャッチフレーズに絡め、人、おレンコした大塚氏は首相が経済、おレンコしたことについて、かつてイギリスのブレア首相が教育、教育、教育と述べた有名な演説を意識した工夫かと拝察すると指摘。 経済の重要性には同意するとしつつ党が重視する姿勢を訴えたこの日は大塚氏の後に登壇した共産党の小池晃初期局長も、冒頭部分で、必要なのは反省、反省、そして転換ではないかと首相の手法を逆手に取って追及を開始した首相の連呼に言及する際、解散と言い間違え、場内が沸く場面もあった。 24日から衆参で行われた代表質問では、立憲民主党の泉健太代表が、インフレ手当の給付、給付、給付、日本維新の会の馬場伸幸代表が、今必要なのは改革、改革、改革、改革だ、国民民主の玉木雄一郎代表が、賃上げ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 が実現すれば年金も上がる、などと連呼。 首相が取り入れた手法を活用してアピールした以下はネチズンのコメントをまとめたものですこうした言葉を3回連呼するあり方はもちろんイギリスのブレア元首相もそうだろうが最近の我が国で言えば記憶に残っているのは辻元清美氏の「総理、総理、総理」と小泉首相に詰め寄った時が平成期以降の元祖ではないだろうか。 連呼するというのは非常に強力な印象を聴衆に残すことができるそしてそうした印象を残すためのパフォーマンス合戦となってしまう様相を呈しているという連呼した以上はその発言に責任を持ちその実現ができたかどうかを問われるという義務を負うものである国会でのこれら発言はどれほど実現できるだろうか 国民が関心を持つためのパフォーマンスは必要だが単なる樹木を集めるためだけのパフォーマンス合戦とならないことを祈る国民は国会での真摯な議論に注目している国会で政治家がこのようなふざけた答弁をしていること自体国民をないがしろにしていると思う国会は政治家の言葉遊びの場ではない 国は今や問題山積で先送りできない課題がたくさんあると言っているのは首相本人だ真面目にやってもらいたい人を大切にすることはまずないですね見せかけの賃上げ呼びかけは単なる見出し広告に過ぎないことは明らかですちゃんと倍返しの取り戻し策を着々と進めています 万博工事の遅れを理由に就労時間制限の解除など検討もしていないと強弁していますが腹の底を見透かされて慌てたのでしょうね税だけでなく間接的で分かりにくい憲法や年金などの負担増もちゃっかり準備するなど改修だけはしっかり丁寧に実行しているのですこれで人を大切にするとは到底言えるものではありません 消費税をはじめ勤労者と中小企業から徹底的に吸い上げる姿勢は確固たるものです口先だけのパフォーマンスはもう止めてほしいですねいくら連呼されても国民にはまだ何の政策も行き届いていませんよ国民からすれば今の岸田政権はばらまきばらまきばらまきその次は選挙選挙選挙 そして選挙後は増増増税、税、税ですね。そして今の与党は国民など二の次二の次二の次今の選挙のシステムでは利権がらみ以外では当選が難しいんだと思います人気取り出し一時審査で AI とか使って感情抜きで適性を見てそこから選挙して偏った政党にならないように各政党の人数を均等するとか 選挙もメール等でネットで投票でよいかと人を大切にする方向性には賛成しかし今の政策や今後の案を見てもそれとは乖離しているように見える賃上げや減税物価高への経済対策等間接的に人を大切にすることにつながるものであり丁寧に立案し実行してもらいたい ますます政治家の質が落ちて政治芸人とでもいうところか世界情勢がのんびりしている時代ならごまかし聞いたけど今の情勢の中対応できないねこんな政治家選んでのんきに過ごしてきた我々国民は責任重大他人のせいばかりにしていては生きなけないきちんと選挙でけりをつけなければならない 普通は連呼すると言葉に重みが増すと思うけど国会議員は連呼に慣れすぎなのか連呼するたびに軽くなっていくと感じるのは俺だけか特に岸田総理が経済を連呼しても賃上げを言っても実質賃金17ヶ月連続マイナス継続中では説得力ありませんね若者よ一度国会の中継を見てほしい もうすでに決まっている質問を長々と話し、人が考えた答えをこの日本のトップの首相が読んでいる。明らかに議論ではない。発表会、この国がこれでいいと思えばそのまま税金を納めて貧乏なまま暮らせばいい。君たちの未来に生活保護と逸楽な生活はおそらくなくなるだろう。なぜならもらう人がほとんどになってしまうから。 壊すななら今しかない。次の選挙で自民党公明党以外に票を入れてみてくれそれで世の中変わったら楽しくないかとにかく選挙に行こう党派にかかわらず良いと思ったことを積極的に取り入れるのは悪くないこれを機に政策についてももっと各党が切磋琢磨して良いアイデアはどんどん取り入れるようになってほしいと思う。 逆に身内議員の不祥事をかばうような悪しき態度は見習わなくてよい。減税に関しては、1年ではなく賃上げが追いつくまで、食品とガソリンの消費税を0%その他は5%にしてもらえたらばらまきなど不要な気がする。 そもそも財源がない状態でいろいろやろうとするから増税しないといけなくなるのであって、増税を検討する前に税制の抜本的な見直しと適材適所な税の使い道を示す方が先。なんと空虚な国会論戦か、一国の首相となれば一本筋の通った説明が求められる。野党もそれに対して問題点をつき、対案を出すくらいでなければ存在意義はない。 ただ意味もなく連呼して言葉遊びをしている暇はないはずだ今減税が焦点になっているなら減税の是非と方法論を真面目に議論すべきだ一時的減税くらいで意味のない論戦をしていれば国民も愛想を尽かすというものだ与野党共に真面目に論戦してもらいたい連呼するだけ後々 SNS で笑いのネタにされるだけにすぎない 救う気ないのをこちらもお察しの上ですからああこの人また何か言ってんなと笑わせてもらってますよ次の春こそ賃上げしてもらわないと生活が立ち行かない企業の内部留保を吐き出させてお金を動かさないといけないと思うお金を動かすためには法人税を上げたり何かしら対策を取らなきゃいけない政策を推し進めたりすることが必要 単純に給付や減税を訴える人がいるけど、お金をすればするほど円は下がって物価は上がる。停滞している時こそ増税して箱物を作るとか何かに出資して国主導で経済を動かさなきゃいけない。